民交流域民交と金斎が合流して、長江が始まる地点民交は、中華人民共和国を流れる川の一つで、長江の左岸の支流。四川省中部の代表的な川である。故障は、水とも言った。長さは 735km で、民交水系の運ぶ水量は、長江の支流でも最大。古代での長江上流の様子は不詳であり、相当の長い間、 金さえではなく、民港が、長江の源流と考えられていた時期があった。主な支流には、国水川、雑谷農が大都下馬辺が近港などがある。四川省北部のアワチベット族チャン族自治州北部、甘粛省から四川省へ伸びる貧山山脈の南陸に発し、松半県、茂る県、川県と貧山山脈と山脈の間の深い山地を流れ、 聖都市で聖都平原に出て、美山市を貫き、落山市で大都下と合流する。最終的には、義貧市で金祭と合流して、長江を形成する。民港とその支流が流れる肥沃な聖都平原は、四川盆地の西部にあり、中国南西部でも最大の平野である。支流の内大都家は、青海小玉樹チベット自治州南部のバヤンハル、南に発して、 四川省関全チベット続自治州の大雪山脈と山脈の間を通り、楽屋まで民港に合流する長さ1 1 5 5トルの大河である。大都下は民港の支流として扱われるが、合流点までの延長は民港よりも長く、水量も民港よりも多い。民港が山岳部から生徒平原に出る場所には、 戦国時代末期に旗によって建設された水利施設、都公園があり、民工の水を生徒平原方面へ分水して水害防止、水運、灌漑などに用いられる。都公園は現在まで2000年以上にわたって生徒平原の広大な農地を潤す水路網の起点であり、世界遺産にも指定されている。民工を使った灌漑は、 都公園の修繕と利用が続いているほか、流域に多数のダムが建設されている。中でも、川県の山間部で民工をせき止める巨大な紫つぼダムは、水資源開発事業の中でも重要なものであり、2006年に完成したが、チベット族の移住、環境への影響の大きさ、都公園への影響などが懸念されている。ありがとうございます。